源氏物語源氏物語各条のあらすじ宇治十条。橋姫、橋姫は、源氏物語五十四条の巻名の一つ。第四十五条。第三部の一部、宇治十条の第一条にあたる。本館の巻名はカオルが読んだ和歌、橋姫の心を組みて高瀬刺す竿の雫に袖ぞ、ぬれぬれにちなむ。本館は、宇ばその異名を持ち、この異名は、 属性の八の宮を乳母足と称することに由来している。藤原定家の注釈書、奥入りには、乳母足一名、橋姫とあり、青表紙本の最前本とされる大島本は、本庁の題名を、乳母足としている。白蔵史に含まれる、源氏の篠目録、性格の、源氏物語願文や両語の、光源氏物語本寺、源氏六十三種の歌も本庁を乳母足としており、 平安時代末期には、かなり有力内名であったとみられる。源氏物語絵巻橋姫八の宮の姉妹と垣間見る、香る香る二十歳から二十二歳までの話。その頃、世の中から忘れられた宮がいた。立母院の八の宮で、光源氏の異母帝である。霊禅院の東宮時代、これを廃止代わりに八の宮を東宮に擁立せんとの、 古希度の大きさき方の陰謀に加担させられたため、時世が移ると共に冷落していったのである。今は、北の方に先立たれ、宇治の地で出家を望みながらも二人の姫君を養育しつつ、しついたちを過ごしている。宇治さんのアジャリから彼を知ったカオルは、その俗称ぶりに強く惹かれ、八の宮の元に通うようになりますます傾倒していく。通い始めて三年目の秋、 八の宮不在の宇治邸を訪れた薫は、有明の月の下でこと飛び輪とを合奏する、姫君たちをかいまみる。屈託のない、しかも気品高く優雅な、姫君たちに、薫はおのずと心を惹かれる。薫は女房を介して、大きみに会いたく思うが、代わりに老女房の弁が現れる。弁は小菓子木の目の友で、今は八の宮の次女である。弁は、 カオルの出生の秘密とカシワギの遺言を伝えることを約束する。またカオルは案内してくれた屋敷の従者に自らが来ていた脳死を送る。ケイに戻ってからカオルは大君と弁の言葉が気になって頭から離れない。カオルはニオ宮ミヤに宇治の姫君たちの存在を語り、ニオミヤはその話題に痛く興味を示し、ついにカオルにも恋が訪れたかと驚く。10月上旬。 八の宮は姫君たちの存在をルに打ち明け、死後の貢献を託したいと願い出る。その晩、ルは、弁と昔語りをし、弁から手紙の束を入れた袋を受け取る。帰郷後、開けてみると、柏木と女三の宮の手紙の束がひどいカビ臭と共に出てきた。女三の宮の出産を喜ぶ柏木の死の間際の筆跡のあまりの生々しさに、 カオルは戸惑いを隠せない。母女、三宮を訪ねるが、無心に経を読む甘姿に接したカオルは、秘密を知ったことを話す気になれなくなり、一人今中に抱え込もうとするのだった。今井玄へ源氏のユうだすきと、源氏六十三種の歌、古文研究251973年3月号、後、王朝文学の研究及び、 今井玄著作集4現氏物語文献校2003年9月ピアニッシモ302から313 ISBN4 から305600838ありがとうございます